こんにちは、タケルでチューブです。2023年12月発売予定のガンプラの発売日が分かりましたのでまとめました。一部商品は販売日確認中ですので、分かり次第週刊ガンプラ情報にてお知らせいたします。販売日順のご案内となります。概要欄に目次と商品一覧を置いていますのでご活用ください。販売情報に変更がありましたらチャンネルコミュニティ X でお知らせいたします。新商品は発売日に店頭に陳列いたします。再販商品は地域によって入荷日が異なりますのでご注意ください。12月以降発売予定商品を確認したいときは概要欄に月ごとにまとめた月刊ガンプラ情報をご覧ください。それでは商品を見ていきましょう。 HG ガンダム00ダイバーアーク、税込み価格2750円、集光樹脂を使用したエフェクトパーツが付属、外部からの光を吸収して表面や端面から放出、自ら発光するような演出を実現。 GN ドライブは新規造形で伸縮ギミックを搭載、 3D メタリックシールを使用し立体感と光沢を演出、肩部パーツは着脱変形ギミックを搭載、エフェクトをまとう展開状態やソード形態への組み替えが可能。 HG フルタインガンダム、税込み価格2530円、冥王星の名を冠した新たなるガンダム、コアドッキングカスタム対応、コアガンダム2プラス、フルートアーマーへの分離や他のコアドッキングカスタム対応アイテムとのカスタマイズを楽しめる、アーマーパーツの一部にリサイクル素材エコプラを採用、循環する未来を見据えたガンプラ、ランス状態へ変形可能な鎌が付属。 EG ラーガンダム、税込み価格1100円、シール不要、洗練されたパーツ分割により肩部や腰部の模様は組み立てるだけで再現可能、パーツ数を抑えつつも抜群の可動、自由自在にポージングが決められる、ニッパーを使わず手でパチパチと簡単に外せるタッチゲート仕様。 HGUC ジム、税込み価格770円、色プラとシールで設定色通りに再現、また表情のついた左手首が付属、魅力的なポージングが可能。 HGUC ズゴックシャア専用、税込み価格770円、登場するシャアの個性を強烈に放った機体として印象的な赤いズゴックをキット化、腕、足、胴の各部に ABS 樹脂製ボールジョイントを採用しスムーズな可動と曲線を実現、クロー部分は可動、足底は新たに設定されたパターンを精密に再現。 HGUC ガンダム DG8、 税込み価格1760円、新たな HGUC 技術を盛り込み、アクション性能とプロポーションを両立、シールドのほかビームライフルと 100mm マシンガンが付属。 HGUC ゼータガンダム、税込み価格1980円、各形態におけるベストなプロポーションとウェーブライダーへの差し替え変形機構を採用するという制約の中で可動を追求し劇中イメージに近いポージングを実現、大型のハイパーメガランチャーなど劇中で使用した多彩な武装が付属。 HGUC ニューガンダム、税込み価格2750円、全てのパーツは後はめ加工でパーツの合わせ目も露出しない新規構造を採用、関節強度向上のために新型ポリキャップを導入、ポージングの安定性も向上、バーニアやアポジモーターなど細部のディテールも徹底再現。 HGUC サザビー、税込み価格3080円、新規構造を採用して全てのパーツが後はめが可能な新型ポリキャップの採用でポージング性がさらに向上、重厚な装甲の厚みを再現しマッシブな機体イメージを表現。 HGBF ビルドバーニングガンダム、税込み価格1540円、格闘機ならではのダイナミックなアクションポーズが取れる、さまざまな表情の手首パーツが付属、劇中を再現する3種のエフェクトパーツが付属、エフェクトは一部可動式でさまざまな表情をつけることが可能。 HG ミラソール社製フライトユニット装備、税込み価格880円、バックパックから伸びるアームは先端基部ともにボールジョイントで接続、左右にフレキシブルな可動を有したフライトユニット、一部に露出するメカパーツが内蔵されており内部のメカモールドも表現されている。RG ニューガンダム、税込み価格4620円、
設定上の機構や劇中のポージングを再現するためのさまざまなギミック、精密なパーツ構成により、1分の1スケールをイメージして作る楽しさ、飾る楽しさを両立。ニューガンダムの特徴的なカラーリングは成型色で再現。白い本体には薄いグレーの成型色を3色使用し、情報の密度を上げている。EG ビルドストライクエクシードギャラクシー、税込み価格1210円。パーツ数を抑えつつも抜群の稼働、自由自在にポージングが決められる。ニッパーを使わず手でパチパチと簡単に外せるタッチゲート仕様、各所にハードポイントを搭載、多彩なガンプラカスタマイズを楽しめる。付属するブースターは腕や足にも装着可能。 HG ザクワン、税込み価格1100円。腰が回転し、上半身を前屈させることでショルダータックルを再現可能。肘部は新採用の二重関節により可動範囲が拡大。頭部裏のレバーを動かすことで物合いが左右に可動。ザクバズーカ、剣部バズーカラック、 105mm ザクマシンガン、ヒートフォーク、シュツルムファウスト、ナックルシールドが付属。 HGUC ケンプファー、税込み価格1980円。劇中イメージを追求し、腕、腰の広い可動域を追求。肩の引き出し機構によりショットガンを両手で構えるなどのポージングが可能。付属の武器は背中や腰、膝の武装ラックに取り付け可能。 RG サザビー、税込み価格4950円。腕部のシリンダー、ファンネルなどの武装が忠実に再現され、実機交渉によってバーニアやバックパックなどの推進部には展開機構を設置。豊富なハンドパーツ、サザビーを象徴する武装が付属し、各種ハンドパーツと高い可動域によって両手持ちポーズなど劇中のポージングが再現できる。 MG シャア専用ザクバージョン 2.0、 税込み価格3850円。背部のランドセルや脚部のスラスターなど S 型ザクの特徴を再現。頭部のアンテナはノーマルとスタビの2タイプが付属。ねじれや各部のリンク稼働により、前かがみポーズなどこれまで取ることのできなかった新たな稼働領域を再現。モノアイは首の稼働にリンクした視線移動ギミックを搭載。 MG シャア専用ズゴック、税込み価格3300円。稼働のモノアイはクリアパーツを使用。頭部ミサイルのディテールなどリアルに再現。腹、股関節、足首などに防水処理をイメージしたラバー状パーツを使用。 MG グフバージョン 2.0、 税込み価格4180円。ザクの改良強化型という設定を再現。サイドアーマーはフロントアーマーの動きと連動し、後方へスライド稼働、違和感なく膝を上げることが可能。動力パイプはさらなる組みやすさを追求した方式に変更し、ヒートロッドは球体ジョイントによる連結構造で再現。 MG グフカスタム、税込み価格3300円。シールドと一体化した武器ガトリングシールドは砲身を1本ずつ精巧に再現。ヒートサーベルを収納することも可能。右腕に装備されているヒートロッドはリード線で再現されており、自由なポージングが可能。 MG ダブルゼータガンダムバージョン過渡期、税込み価格6600円。剣部の関節は複数の可動軸により広い可動域を確保しているほか、膝部関節は複雑な変形に加えて深い曲げも再現可能となっている。腰部にはこれまでになかった三軸構造が採用され、変形機能を有したまま腰のひねりと前屈が可能。 MG ガンダムアストレイレッドフレーム回、税込み価格5500円。二振りのメインウェポンガーベラストレート、タイガーピアスを装備。ガーベラストレートの各刀身部分はメッキパーツを使用し、鞘を手で持つこともできる。タクティカルアームズ2がレッドフレーム用としてカスタムされ、新たな姿に。タクティカルアームズは変形してフライトモードになる。 MG ウィングガンダムゼロエンドレスワルツバージョン過渡期、税込み価格6050円。関節各所の徹底検証を行い、白い翼の展開、連動ギミック、ツインバスターライフル射撃ポーズを追求。新規ギミックとして翼へのツインバスターライフルの収納とネオバード形態への変形を実現。 MG ガンダムバルバトス、税込み価格4950円。
第4形態外装の設定色を成型色で忠実に再現。 MG ならではの密度と情報量は圧倒的。内部構造であるガンダムフレームは劇中設定を深く交渉し細部まで再現。シリンダーにはシルバーメッキを採用。胸部の A ハブリアクターには回転するギミックを MG として初搭載。上半身に盛り込まれた可動軸により内部フレームとシリンダー走行が連動。 SD ガンダムワールドヒーローズ信長専用軍馬、税込み価格1045円。2人乗りが可能なクラパーツが付属。付属のクラパーツを装着することで2人での騎乗が可能。脚部は関節が稼働し、歩行などの表情付けが可能。別売りの英雄たちが安定して騎乗できるよう背中が展開。別売りのアクションベースと互換性のある軸を胴体に内蔵。13ミニッツミッションズオプションパーツセット14マルチクロス、税込み価格1708円。カスタマイズの幅が広がるマルチクロスのセットが登場。各種機体に取り付け可能な汎用性の高いマントパーツが2種付属。アチェルビーへのカスタマイズに最適なマントパーツは各所のボールジョイントにより細かな表情付けが可能。2種類のマフラーパーツが付属。13ミニッツシスターズオプションボディパーツタイプ S06 カラー B、 税込み価格880円。夏らしく爽やかなオプションボディパーツ。共通の 3mm ジョイントを介して別売りのキャラクターと腕、足の組み替えが可能。変更パール樹脂を使用したジョイントパーツを同梱。フィギュアライズスタンダード、ウマ娘プリティダービー、スペシャルウィーク、税込み価格4180円。スカートは前後左右で分割され大きく可動域を確保することができる。その構造は広がる動きにも対応し、シルエットを崩さずに前傾姿勢で走る姿を決めることができる。スペシャルウィークのピュアな表情、元気いっぱいな動きも演出。表情パーツは担保印刷で再現された一種。水転写式デカールで再現する表情2種が付属。 HG ジムショルダーキャノン装備、ミサイルポット装備、税込み価格2530円。ショルダーキャノン装備状態、ミサイルポット装備状態を差し替えで再現可能。豊富な武装とハンドパーツが付属。ビームライフル、ハイパーバズーカ、サーベルラックはリアスカートへ取り付け可能。カトキはじめ氏デザインのプラモデルオリジナルマーキングシールが付属。 HG ガナーザクウォーリア、税込み価格1430円。ルナマリアホーク専用のガナーザクウォーリア同様、4色の色プラでより劇中に近い配色を再現。腰のフロントやサイドアーマーは可動式。大型ビーム砲は両手で構えられるため劇中の砲撃ポーズも再現可能。 HGBF ライトニングゼータガンダム、税込み価格2420円。腹部などのシリンダーディテールも忠実に再現。ハイブバインダーは各部が稼働し、バインダーは腕部。武装をハイブに取り付けたキャノン形態を再現できる。エフェクトパーツを装着してフェニックスバースト発射形態を再現できる。ビームライフルのグリップは収納式 RG シャア専用ズゴック、税込み価格2750円。水中での高速潜航と陸戦での激しい戦闘に対応する柔軟性を備えた水陸両用 MS ならではの内部フレームを新型アドバンスド MS ジョイントで実現。 RG ジオング、税込み価格6050円。滑らかで迫力のある表現と緻密なディテールを両立。モノアイは首の動きに合わせ左右に連動稼働、さらに手動で上下にも稼働。腰部に広い稼働範囲を持つフレームを内蔵。よりダイナミックなポーズが可能に。胸部の前後稼働に連動し胸と背中の4箇所のバーニアが展開。 RG ユニコーンガンダム、税込み価格4180円。リアリティを追求したフォルムと変身ギミックが再現された。RG ユニコーンガンダムがついに登場。3つのギミックを搭載した新機構、アドバンスド MS フレームワークが組み立て後の高い安定性と各部の稼働を両立させている。 RG シナンジュ、税込み価格4180円。ロケットエンジンなどの実機交渉によりデザインアレンジされた背面のフレキシブルスラスターは内部メカを見せながら開閉するなど稼働ギミックが進化。金色のエングレービングはメッキ加工で、ベースとなる赤はグロスインジェクションで、それぞれ質感表現され
美しく輝く MGRX78 の2ガンダムバージョン 3.0、 税込み価格4950円、8色にも及ぶ細やかな色分けされた外装パーツと MG では初の採用となるリアリスティックデカールにより金属や機体の密度感を演出、新たな可動解釈を採用したムーバブルアーマーシステムを搭載、肩アーマーやバックパックカバーも稼働することで腕部稼働の自由度が向上。 MG サザビーバージョン化時税込み価格9900円。背面のファンネルコンテナはハッチの開閉が可能、6機のファンネルは着脱式、アポジモーターのカバーは四方に展開できる、カトキはじめ氏がデザインしたオリジナルマーキングが付属。 MG ニューガンダムバージョンカトキ税込み価格7700円。メカニックデザイナーカトキはじめ氏が書き起こしのディテールとマーキングをはじめこだわり抜いたハイクオリティを実現。 MG フルアーマーユニコーンガンダムバージョンカトキ税込み価格8800円。小説版機動戦士ガンダム UC の終盤に登場したユニコーンガンダムのフルアーマーが MG 化、数多くの新武装満載で再現。バックパックには武装装着用の追加フレームを搭載、背部の巨大なスラスターを支えるためのスラスターサポートスタンド付属。 PG ストライクフリーダムガンダム税込み価格27500円。スーパードラグーン展開状態では PG 史上最大級のサイズに、関節部には新機構を採用、関節保持力の向上により思いのままのポージングを楽しめる角度調整可能な専用ベースが付属。ダイナミックなアクションポーズでのディスプレイが可能。13ミニッツシスターズオプションパーツセット9コマンダーコスチュームカラー C 税込み価格1650円。印刷されていないフェースパーツ2個に加え頭部パーツ FPC 型が2種類付属、パープルのヘアスタイルパーツとフェースパーツが付属。フェースパーツ、ヘアスタイルパーツ、ボディパーツは部位ごとにラインアップを展開、別売りのパーツと組み替えて自分好みのシスターを作ることができる。 HGUC ガンダム GP03 デンドロビウム税込み価格3800円。巨大機体デンドロビウムをキット化、ウェポンコンテナのハッチ展開ギミックを再現。コンテナからガンダム GP03 専用バズーカ、シールド、ビームライフルやミサイルを取り出すことができ、メガビーム砲のコントロールグリップは展開可能。本体下部クローアームが展開し大型ビームサーベルの保持も可能。 HG 龍神丸税込み価格2860円。原作イメージに忠実なプロポーションの本体各所に可動ギミックを凝縮、内蔵された可動軸により胸部両脇のブロックを前方へ引き出すことが可能。肩部アーマー内に組み込まれた軸可動により腕の可動域が拡大。 HG ティフォエウスガンダムキメラ税込み価格8800円。大型機体ティフォエウスガンダムキメラから外装を外せばティフォエウスガンダム状態を再現、 MA 形態にも再現でき、付属のディスプレイ台座で浮遊状態のディスプレイができる、リフレクタービット用のディスプレイ台座が付属しリフレクタービットを接続可能。脚部ユニット腕部の射出状態を再現するためのジョイントパーツと2種のリード線が付属。 HG ジャコマル税込み価格2970円。一部差し替えパーツと各所に内蔵するスライド回転ギミックにより猛虎形態への変形を実現、肩関節の構造によりタイガーソードを引き出すポージングも再現可能。タイガーソードはタイガーシールドに収納が可能。タイガーシールドは付属の持ち手で保持と接続パーツを使用することで腕への取り付けが可能。猛虎形態時にはシールドを背中へ接続が可能。 HG ブレイズザクファントムレーザーバレル専用機税込み価格1650円。背部のブレイズウィザードはミサイルポットハッチが開閉可能、スラスターカバーも上下に稼働し噴射部分をリアルに再現。ブレイズウィザードを肩越しに構えることでテレビオープニングでのポット砲撃シーンも再現可能。 HG 知らぬい暁ガンダム税込み価格2640円。全身きらめく機体色は金メッキパーツで再現、肩部に W ボールジョイントを採用、受動部軸にはディテールを追加、
スラスターやドラグーン基部が稼働するバックパックのドラグーンは全て着脱可能。攻撃形態を演出するビーム発射形態も再現。 HG 大鷲暁ガンダム税込み価格2640円。大気圏内飛行用パック大鷲を装備した大鷲暁ガンダムが HG シリーズに登場。機体の金色部分はメッキコーティングで再現。大鷲に装着されているビームキャノンはカバーをスライドさせるとグリップがせり出し発射形態に変形。脇下を通らせ前方に構えることが可能。大鷲は単独で戦闘機形態に変形可能。 HG アビスガンダム税込み価格1650円。 MA 形態への変形が可能。肩部可動機構の材質に ABS を採用することで砲撃形態への変形や巨大アーマーの展開も可能。 HG ガンダムアストレイブルーフレームセカンド L 税込み価格1870点。タクティカルアームズ装備のセカンド L を HG 化。ソードフォーム、フライトフォーム、ガトリングフォームの3形態への変形を再現。専用台座付属、大きな剣も片手持ちでのディスプレイが可能。 HG ガンダムアストレイレッドフレームフライトユニット装備税込み価格1870点。フライトユニットは脱着式でノーマル状態も再現可能。ガーベラストレートや爆風ヘッド、シールドやビームライフルなど多彩なオプションパーツが付属。ガーベラストレートは鞘に収納可能。 HG ユーラペンガンダム税込み価格1760円。コアガンダム2は単独でコアフライヤーに変形可能。コアドッキングカスタム対応で既存のアーマーとのカスタムも楽しめる。 HG サタニクスユニット税込み価格935円。主人公機の新しい外装アイテムが登場。今度の武装はドリル、コアドッキングカスタム対応で別売りのコアガンダム2に装着可能。 HGBF スターバーニングガンダム税込み価格1760円。拳パーツは手首が稼働するハンドパーツ3種類及び武器持ち用1種類の合計4種類が付属。幅広いアクション性のほか様々な格闘ポーズが躍動感とともに再現できる。ビームライフルは可動式でロングバレル形態を再現できるほか、シールドは分割可能で手持ち用のジョイントも付属する。フルメカニクスカラミティガンダム税込み価格5500円。頭部は胴体から引き出し襟との干渉を緩和するギミックを内蔵。腹部の可動軸は前後左右にスイングするギミックを搭載。股間軸も下方向へスイングしスタンスの広い迫力あるポーズを演出できる。前屈した際に胴体の左右方向の回転を妨げないようフロントスカートが手前に傾く連動可動を搭載。 MGEX ストライクフリーダムガンダム税込み価格15400円。ガンプラ史上最高峰の金属表現、3種の特殊加工と2種のメタリック成形、そしてエッチングシールの計6パターンにより内部フレームの金属感を表現。金属表現を際立たせるために生み出された見せるギミックも多数搭載。サーティンミニッツシスターズファルファリーナコンダクターフォーム税込み価格3300円。フェースパーツにはタンポ印刷を採用。シーンに合わせた表情の付け替えを楽しめる。フェースパーツ、ヘアスタイルパーツ、ボディパーツは部位ごとにラインアップを展開。別売りのパーツと組み替えて自分好みのシスターを作ることができる。別売りの各種オプションパーツを装着し盛りカスタマイズも楽しめる。サーティンミニッツシスターズアルカカルティカルテットフォーム税込み価格3300円。フェースパーツにはタンポ印刷を採用。シーンに合わせた表情の付け替えを楽しめる。フェースパーツ、ヘアスタイルパーツ、ボディパーツは部位ごとにラインアップを展開。別売りのパーツと組み替えて自分好みのシスターを作ることができる。別売りの各種オプションパーツを装着し盛りカスタマイズも楽しめる。 HGUC ザク2税込み価格1760円。腰部のアーマーは素材の異なる2種類から選択式。軟質素材はアニメの動きを彷彿とさせる脚部の可動を再現。本体各所は機体フォルムに合わせた可動ギミックを採用。ザク2が装備する代表的な武装が付属。ランドセルはザク2の設定に合わせた造形になっている。HGUC ガンダム NT1 税込み価格1650円。
プロポーションを損なうことなくショバムアーマーの脱着を再現。劇中のガトリングを撃つポージングも差し替えパーツをつけることにより再現可能。 HG レジェンドガンダム税込み価格1650円。劇中で攻撃モードとして再現される光の演出をクリアパーツにて再現。特徴ある大型ロングライフルは肩の前方可動による両手持ちを可能とし構えることが可能。ディスティニー HG シリーズの一部商品に付属する台座を使用することで対決シーンを意識したフライング形態を再現。 HG ザクウォーリア税込み価格1100円。頭部、腰、足のチューブは別パーツにすることで色の再現とパイプとしての存在感を表現。腰のフロントアーマーは可動式。武器はビーム斧、マシンガン、けなげ弾が装備可能。マシンガンは腰の後ろに装着が可能。 HG ドムトルーパー税込み価格1650円。肩軸にボールジョイントを採用。より上下前後に動く可動範囲を確保。バズーカを構えるポーズが再現可能。 HGネプテイトユニット税込み価格990円。主人公機の新しい外装アイテムが登場。劇中で活躍する新アーマーコアドッキングカスタム対応で別売りのコアガンダム2に装着可能。 HGBF 神木バーニングガンダム税込み価格1980円。道着をモチーフにした特徴的な機体のデザインを再現。エフェクトを再現する迫力のクリアパーツが多数付属。各部の広い可動域で迫力ある格闘アクションが可能。腹部の可動はひねるような動きを再現。首は上下に幅広く可動。多彩なハンドパーツで太刀を使ったアクションポーズ。神木ガンプラ流拳法演出。水星の魔女ウェポンディスプレイベース税込み価格550円。機動戦士ガンダム水星の魔女より作品内で運用されているガンビットを飾ることができる。汎用台座が商品化。パーツはすべてクリアパーツを採用。支柱は6本付属。フルメカニクス。レイダーガンダム。税込み価格5500円。各所スライド機構や可動軸により MS から MA 形態へと変形が可能。脚部は多重関節により可動域を確保しつつ MA 形態への変形を再現。肩部はパーツ差し替えなしで MA 形態の状態に変形可能なギミックを搭載。各リンク機構による連動稼働を搭載することにより MA 形態時の頭部の変形を再現。13ミニッツシスターズ桜木マノ税込み価格4180円。表情パーツは担保印刷を施した3種が付属。前髪はパーツ交換で髪飾りのない状態を再現可能。衣装の胸部パーツは限界まで追求したパーツ構成でそのまま組み立てるだけでカラフルな色分けや精密なディテールを再現。背中の小さな羽もパーツ形状で再現。胸元のハートはプラスチックシールでクリアな質感を表現。13ミニッツシスターズオプションボディパーツビヨンドザブルースカイ1カラー A 税込み価格2420円。アイドルマスターシャイニーカラーズより翼プロダクションに所属するアイドルたちの衣装ビヨンドザブルースカイがオプションボディパーツとして商品化。衣装の胸部パーツは限界まで追求したパーツ構成でそのまま組み立てるだけでカラフルな色分けや精密なディテールを再現。13ミニッツシスターズオプションヘアスタイル&フェイスパーツセット風の日和八宮めぐる税込み価格2750円。ヘアスタイルパーツとフェイスパーツがセットになった商品。別売りのオプションパーツと組み合わせてアイドルたちをさまざまなコスチュームに着せ替え可能。繊細な髪の流れを丁寧に立体化。ポーズに合わせてなびく動きを表現。衣装のデザインに合わせて髪飾りの着脱が可能。13ミニッツシスターズオプションボディパーツタイプ S05 カラー A 税込み価格880円。夏らしく爽やかなオプションボディパーツ。共通の 3mm ジョイントを介して別売りのキャラクターと腕足の組み替えが可能。修光樹脂を使用したジョイントパーツを同梱。HGUC シャア専用ザク2税込み価格1760円。モノアイは頭部裏側の操作リブを動かすことで稼働。腕は上腕部に加え前腕部も回転し可動域を大きく確保。腰部の可動域をさらに広げる軟質素材パーツを同梱。プラパーツと軟質素材パーツとの選択式となっている。 HGUC ザク2回
税込み価格1320円。股関軸の移動機構により劇中シーンの再現も可能。肩関節のスイング機構により両手でマシンガンやヒートホークを両手で構えることができる。頭部は差し替えによりフリッツヘルムのような B タイプも再現。武器はマシンガン、ヒートホークが付属。 HG ソードインパルスガンダム、税込み価格1650円。背部の大型ソードは片手持ちと両手持ちの2パターンを再現可能。ビームブーメランは着脱式、ビーム部分はクリアパーツで再現。手にも装備可能。飛行形態のコアスプレンダーが付属。144/1HG フォースインパルスガンダムのフライヤーユニットにバックパックを装着することでソードシルエットを再現可能。 HG セーバーガンダム、税込み価格1650円。一部のパーツ差し替えにより MA 形態への完全変形が可能。背部の大型ビーム砲もスムーズに変形稼働させることができ、肩口に取り付くビームサーベルは着脱が可能。 HG ガナーザクウォーリア、ルナマリアホーク専用機、税込み価格1430円。4色の色プラの採用により設定に近い配色を再現。大型ビーム砲には折りたたみ機構を採用しており、パーツの差し替えなくライフルタイプに変更可能。バックパックからのケーブルにはリード線を使用。 HG カオスガンダム、税込み価格1650円。 MA 形態へ変形可能。ガンポットのビーム砲は伸縮可能。ミサイルハッチの開閉もパーツの差し替えで再現。 HG ガイアガンダム、税込み価格1650円。一部パーツの差し替えにより MA 形態への変形が可能。 MA 形態時の顔はポリキャップによってスムーズに変形できる。背部のビームブレードは左右に開き、飛行機の主翼のように展開が可能。ビームブレードの発光部分とビームサーベルにはクリアパーツを採用。 HG ガンダムアストレイゴールドフレーム、雨積みな、税込み価格1980円。バックパックの展開によりボリューム感のあるダイナミックなポージングを再現。後方一体の盾、トリケロスカイ、展開式クローのツムハの太刀、敵のエネルギーを奪うマガノイクたちなど各種武装をギミック満載で再現。 MGSD フリーダムガンダム、税込み価格4290円。全高約 115mm、 内部フレームの多くの部位に可動ギミックを搭載し滑らかな可動を実現。メインカメラ、ツインアイをクリアパーツを使用した二重構造で表現。 PG ゼータガンダム、税込み価格22000円。ウェブライダーの完全変形を実現するとともに、あらゆる形態でのベストプロポーションをも可能に。変形ギミックは側部連動やスプリング仕様のギミックで、プレイバリューにも富んでいる。カメラアイ、テールスタビライザー識別灯、ウィング翼端灯、およびウェブライダー時にはコクピット正面コンソールが LED により点灯が可能。 PG ユニコーンガンダム、税込み価格22000円。フェイスガードの展開を含めユニコーンモードからデストロイモードへの変身を完全再現。全身の赤いサイコフレームには特殊集光性樹脂を採用。変身時に開閉するブレードアンテナはマグネットをインサートしてユニコーンモード時の一本頭脳を再現。デストロイモード時に露出する内面はゴールドで彩色済み。13ミニッツシスターズルルチェカラーシー、税込み価格2530円。組み立てやすさ、作業動線を意識し最適を追求したランナーのパーツ配置によりスムーズな組み立てが可能。フェースパーツには担保印刷を採用。シーンに合わせた表情の付け替えを楽しめる。フェースパーツ、ヘアスタイルパーツ、ボディパーツは部位ごとにラインアップを展開。13ミニッツシスターズ、オプションボディパーツ、アルファシスターズ、ファンタズム1、カラー A、税込み価格2420件。島田文兼氏によるクリアパーツと左右非対称のデザインが特徴的な衣装。胸元デザインは選択式で2種付属。肌パーツは仕上げの際に金型表面に艶消し処理を施し、柔らかく光を反射する演出がされている。オリジナルデザインのマイクと衣装に合わせた白黒のハンドパーツ、左右が3種付属。13ミニッツシスターズ、オプションボディパーツタイプ G03、カラー B、税込み価格880円。13ミニッツシスターズ、オプションパーツセット10、リーパーアーマー、税込み価格880円。大釜とシザーに加え、
体験がセットになった武器セットがオプションパーツセットに登場。シザーは分離することで2本の刀としても装備可能。体験の刀身は複数のパーツにより構成され、接続ジョイントを使用することで柔軟に表情付けができる尻尾アーマーとして背部に装着可能。13ミニッツシスターズオプションヘアスタイルパーツボリューム3全4種類税込み価格2640円。セット内容はロングヘア1ブラック1ロングヘア2レッド2ツインテール3パープル1ポニーテールヘア3イエロー2の4種類。今回のご案内は以上です。タケルデチューブで新しく文字情報にブログ、プラモ情報サイト、タケルデチューブを開設しました。今まで外部リンクから閲覧していただいていた、発売日カレンダーもダイレクトに閲覧できます。また、新・再販情報もこちらに集約していきます。動画では YouTube、文字情報はブログと情報発信を強化していきますので、チャンネル登録がまだの方は、この機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。